と何、どういうこと？ですから外してください。外すって正気？ええ、外していただけないと入れません。諦めてください。何よもう。よく空港などのボディチェックでは似たような会話が頻繁にある。でも私はこれから海外旅行に行くわけでもないし、特別禁止されている何かを身につけているわけでもない。私が入場できないと言われているのは搭乗ゲートではなく試験会場。しかも外せと言われているのはベルトや時計なんかじゃない、ブラジャーだ。ヒロヒロ探偵団。ここも正解、ここも、ここも OK。 よし、もう完璧に苦手を克服したみたい。よかった。あとは当日の準備を抜かりなくすれば、受かったらお父さんもお母さんも喜んでくれるかな。私はヒロミ、住んでいる場所はインド南部のケララ州。私はもうすぐ大学受験を控えている。インドの教育はいろいろと難ありで、丸暗記を重視した勉強法が当たり前で、貧困などの問題から大学に受かることがそのまま将来に直結するのだ。いい暮らしをするには試験に受からなければならない。受からなければ人生は終わったようなものだ。だからこそここインドでは昔からカンニングが問題視されていたのだ。しかしインドはカンニングが問題視されているにもかかわらず賄賂も常習化していた。お金がある家は親にお金を出してもらうことで合格させてもらえるし、カンニングも見逃してもらえる。なんだかいろいろとおかしいけれど、そう思うのは私の親がお金持ちじゃないからなのかもしれない。よし、これで大丈夫だよね。忘れ物はしちゃダメよ。あと禁止されているものは持っていくんじゃないぞ。わかってるって。服もう少し明るい方がいいかしら。大丈夫だと思う。黒とか紺とかじゃないんだし。まあ何かあっても母さんが出入り口まで付き添ってくれるから大丈夫だろう。賄賂を渡せばカンニングは見て見ぬふりをしてもらえるが、それでもやはり社会問題は社会問題。カンニングができないようにとインドでは毎年厳しいカンニング防止策が練られていた。今年の着用禁止リストには色の濃い服と長袖、つま先とかかとが覆われた靴下だ。まあブローチとかバッチとかはわかるけれど、普段靴下を履いている身としては違和感たっぷりだ。だから着用禁止リストが渡された日から靴下を履かずに靴だけを履いて勉強するようにした。何かあったら困るからそろそろ行きましょうか。ここまで頑張って準備したんだもん、絶対大丈夫。私はここまで毎日しっかり勉強に励んできた。準備もしっかりした。両親と自分が将来的にいい暮らしができるようにと頑張ってきた。大丈夫、自信を持てばいい。だけど私は入念な準備をしたにもかかわらず、あっさりと出花をくじかれたのだ。頑張ってね。うん、大丈夫。お母さんは大船に乗った気持ちでいて。頼もしいわね。はい、次の人。じゃあね。入り口ではカンニング防止のためボディチェックが行われる。主に金属探知機にかけられ、バッグの中身も見せなければならない。怪しいものは何一つ持ってきていないから堂々としていた。あ、反応したぞ。もう一回。君、何か隠しているだろう。隠してません。禁止リストに載っていたものは全て外してきました。じゃあどうして鳴ってるの？わかりません。どこに反応しているのか詳しく調べてください。背中だね。ああ、ブラジャーだな。え？うん、ブラジャー外して。ちょっと待ってください。ブラジャーは着用禁止リストに載っていませんでしたけど。カンニングする側も年々巧妙になってきているから、ブラジャーのホックをどうにかしてカンニングされても困るんだよね。そんなのできるわけ？それに私はこの日まで一生懸命勉強して。問答無用です。外さないならこちらが外します。ですから外してください。え、ちょっと何、どういうこと？外すって正気？ええ、外していただけないと入れません。諦めてください。何よもう。私はイライラしてその場でブラジャーを外した。男性の視線をあちこちで感じてすごく嫌な気分だ。こればかりは男性の本能の一部だろうから仕方がない部分はあれど、これから試験を控えているのにこの場にいる受験生たちの心がかき乱されるなんて、そう思った。頑張ったからこそ平穏でいたかったし、平等でありたかったのだ。取ったブラジャーはどうしたらいいんですか？捨てるか、付き添いの人がいるならその人に渡してきてください。わかりました。お母さん、どうしたの？何かあったの？まさか受験できないとか？そんな心配そうな顔しないでよ。ブラジャーのホックが検知器に引っかかって、外してお母さんに渡せって。ブラジャーのホックが？とりあえずこれだけ渡せば受けられるから行ってきます。頑張ってね、ヒロミ。お母さんの心配そうな顔見てたらイライラなんてしていられないよ。その後私は再び入念なボディチェックを受けて、どうにか試験会場に入ることができた。賄賂でどうにかしてもらえる人はカンニングもあんなにあからさまなんだ。しかしお金持ちさんを見るとなんだか自分が惨めになってくる。だって私はノーブラの状態で試験を受けなければならないんだから。靴下を脱いで勉強していたおかげで足元の違和感はないものの、胸元がスースーしてたまらなかった。違和感はあるけど頑張らなきゃ。この日のために頑張ってきたんだから。
本当に良かった。頑張ったなヒロミ。やったわねヒロミ。ブラジャー外せって言われた時はどうしようかと思ったけどね。その後私は無事に試験に合格した。ブラジャーがないというハンデがあったけれど、それでも受かったのは間違いなく私の努力の賜物だ。でも正直すごく恥ずかしかった。いくら試験を受ける必要があったとしても、人前でブラジャーを外すなんて恥ずかしくてたまらなかったし、今までの自信も冷静さも全て消え失せた。カンニングが悪い、そして賄賂というシステムが存在しているのも悪い。だからこうして監視の目が厳しくなり、例外が認められなくなるのだ。カンニングはすべきじゃない。結果的に巡り巡って自分の元に帰ってくることを忘れないでね。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では、次の動画でまた会おう。ミロミロ探偵団。